こちら、ファッキーオンサムヘルマット丸山でございます。お疲れ様です。いやちょっとね、すごいものを見てきました。はい、RRR ですね。今回は RRR のレビューをしていきたいなと思います。で、前半はネタバレなしで、後半はネタバレありで語っていきたいなと思います。はい、今回ですね、監督ラージャマウリさんですね。バーフバリがもう、すごいカルト的なね、人気の作品に、なってましたね。2017年だったかな。これ2部作ありまして、で今回 RRR を撮ったという感じですね。で、僕のね、インド映画ね、はい、全然見てないです。はい、すいませんね。バーフバリ見たぐらいです。バーフバリとあとコインのマハラジャでしたっけ、あれをね、学生の時に見たかな、学校で見た気がします。ダンスシーンがあって長いと、はい、尺が長いっていう感じですね。はい、そんぐらいのイメージです。で、まあバーフバリですけど、バーフバリは、僕あんまりねハマってなかったんですよ。なんで今回ねちょっと見るの遅くなってしまったんですけど、バーフバリもね劇場で見てたら、あ、これすげえっつって多分なってたんじゃないかなと思いましたね。今回の、RRR を見て、いや結果として行ってよかった、すごいすごすぎました。ちょっとね、わけがわからんちょっとおもろすぎてね、この何とも言えないこのステッカーもね買っちゃいましたこれね貼りたいね、これ、この絵いいですよねこのダンスシーンすごく好きでしたね、僕は。これ目立つところに貼りたいですねと思って買っちゃいました、ステッカーもね。はい、すごく良かったですね。はい、うん、なんだこれっていう、もうエンタメもう全部入ってますね。もうなんだろう、あらゆるエンタメ要素、喜怒哀楽が全部ギュッてこう3時間にギュッてなってましたね。もうものすごく味が濃い、作品ですね。すごくこうずっと濃くて、どのシーン切り取っても濃いんですよね。あの二郎系です、二郎系ラーメンの味がしますね、この映画はね。すごい癖になります、すごいですわ。ニンニク油野菜マシマシみたいな感じの味の映画ですねこれができるんだっていうのがねありましたね。こんな楽しい映画なかなかないですよ。今すぐ劇場に行ってくださいすごかったです。はい、で話の本筋というか、あらすじだけ言うとかなりシンプルなね、話なんですよね。娘がさらわれて、それ連れ戻すという話と、あとまあ英雄2人がいるというね、話なんですけど、すごい細かいディテールと、もう監督の味しかしない演出ですね。はい、もうスローをすごい使うんですけど、そういうところですね。まあ絵作り、ケレン味、もうケレン味だけでできてる映画ですすごいシンプルなのに演出の熱量ですねっていうところで、すごくなんか違う味というか、独特なね、味がする映画になってるかなという感じですね。で、この映画何がすごいってね、ずっとクライマックスですね。中ぐらいのクライマックスと大クライマックス、これがずっと続いていく映画ですねまたね言っちゃうんですけど、マッドマックスばりのね、ずっとクライマックス感ですね。もう笑いながら話すしかないというか、なんでしょう、もう少なく見積もってもね、クライマックス3回来ますからね。5日ですね、11月5日に見てきたんですけど、新宿ピカデリーですね、なんですけども、ものすごく混んでましたね。すっごい混んでた。だから口コミがね人を呼んでるんでしょうね。なんだろう、会場というか、劇場の雰囲気もねすごく良かったですね。いろんなところで笑いが起きてたりとか、すごくいい雰囲気の中見れたなという感じがしましたね。そうだ、さっきも言いましたけど、ずっとねケレン味だけでできてます絵のかっこよさだけでずっとやっていきます、ずっと。まあ、現実だとこうはなんないよねとか、そういうのはもう一回置いといて、絵がめちゃめちゃかっこいいからいいじゃんっていう感じですね。音もねすごく良かったですね。 SE、結構大げさな SE がねずっとついてるんですけど、なんですけど結構重低音がねかなり効いててね、笑っちゃうんだけどかっこいい、ちゃんとかっこいい音がねずっと鳴ってるんですよ。あとインド音楽あんまりよくわかんないですけど、あのタブラ、口タブラみたいな、テケティドンだけでディギディギダガダギドンみたいな、もっと早口でやるんですけど、これをね
やりながら打ち込みの音がこう入ってきて、インドの伝統的なね音にこう現代的な音がこうすごく絶妙に組み合わさってて、ちゃんとむちゃくちゃかっこいい、音楽が鳴ってます。形容しがたい解説というかレビューの動画で形容しがたいとか言っちゃったら終わりなんですけど、もう形容しがたいとしか言いようがない、むちゃくちゃかっこいい音楽、これがねずっと鳴ってますね。はい最高でした。はい、あとアクションですね。はい、この映画の大半はアクションを占めてるんですけど、アクションシーンがまたねもうずっと見たことないアクションがねずっとあります。ずっとそういう映画続きますね。いちいち気が利いてて、もうひねり尽くされた面白いアクションがねずっと続いていきます。正直ちょっと笑っちゃうんですけど、笑っちゃうけどかっこいいからいいじゃんっていうね説得力がすごいですね。見に行ってください今すぐ。こっからはネタバレありでちょっと話していきたいなと思います。冒頭ですね、冒頭でマンリが連れ去られていくんですけども、この作品の大筋ですね、本筋を、どういう話なのかっていうのをねすごくさらっとね説明がありまして、で次にね、出てくるのが、ラーマが出ています。ここのラーマのシーンがむちゃくちゃかっこいいですね。ここのシーケンス、一連のシーケンスがねすごいかっこいい。もうほぼゾンビ映画みたいなバイオハザードのなんか何個目かでああいうシーンあったと思うんですけど、すごいもうケレン味しかないですね。もうターミネーターみたいなね、もうサイボーグかよっていうぐらい、もうちょっとつ猛進に進んでくラーマですね。むちゃくちゃ怖いしかっこよく描いてますね。もうここでねいきなり心つかまれてます。あとねなんかねよりてかね、このスローがすごく多い。もういきなりね、なんだろう、スローが多い映画って言って思い出すのが300なんですけど、スパルタ軍の戦いを描いたね、作品なんですけども、これもね、ものすごくスローが多い作品ですね。まあ300もなんだろう、アメコミベースなんで、まあ動きをスローにしてね、止め絵に近い状態で動かさせることによって、結構アメコミのね、絵に近い、ケレン味というか、絵力をね、存分にね、発揮した作品なんですけども、つながりとか参考にしたんだろうなっていうのね、かなり感じましたね。スローで見せるアクションシーンっていうのと、あと、なんでしょう、まあ歴史ものっていうところもね、ちょっとつながってくるかなっていう気がしました。はい、で次にですねアクタルが出てきますね。はい、アクタルのシーンもねまたねすごい、もう走ってるんで当たり前なんですけど疾走感ですね。ここはね意外とまあ要所要所でね、スロー使ってるんですけど、ここは疾走感をね大事にして動き回るカメラというか、追っかけまくるカメラっていう感じでしたね。はい、でこれです。これこのシーンきますね。これ最高あーもうダメですよ、ほんと語彙力がむちゃくちゃ下がっちゃうんですけど、グーッつってこう引き寄せるわけですね。はい、むちゃくちゃ最高ですね。ここの虎との対峙っていうね、いやむちゃくちゃ良かったですここもね。でこっから、前半はね、アクタルのパートっていう感じになってきますね。はい、これねインターバルを挟んでねもうパックリ分かれてましたね。すごい分かりやすい、すごく分かりやすい、いいです。でこれで橋のシーンいきますね。出ました、橋のシーンいきましたはい、ラーマとアクタルがね協力して少年を助けるってところですね。はい、まあ、少年ちょっと逃げれそうじゃないっていうのもまあまあ一回置いといて一回置いといて、あの絵がかっこよすぎるからいいじゃんっていう、あのもうねこのガシーですよ、こんなもんこんなもんかっこよすぎでしょ。はい友情でしょ。はい、こっからね友情がむちゃくちゃ芽生えてきますね。でここでオープニングが来たな確か。はい、オープニングが入りましたね。タイトルがダンダンダンつってあるあるある入りますと、こっから始まるのかいっていうね、ここでやっと始まりますよってところですね。はい、イギリスの人、イギリスの女性出てきますね。はい、アクタルがねちょっと好きになっちゃうっていうロマンス要素です。ここねロマンス要素が入ってきますよ。はい、ラーマが気を利かしてあの市場にね、一緒に二人で行きますというところで、ここであの言葉が通じないねカルチャーギャップのギャグみたいなねあった直後に、マンリーがうちにいるよみたいなちょっと笑った次のセリフでもうなんかすげえ重要なねセリフが入ってくるっていうね、これまた面白いですね。すごい、でまたかなり大げさなね、音楽が流れますと、これまた味が濃い、頭のね切り替えがねかなり
ついていくのがギリギリです。はい、むちゃくちゃいいですからのね、僕が一番好きなシーンがね来ますね。車高のなんかダンスパーティーみたいなところですね。はい、からのナートゥーのねダンスですよ。はい、むちゃくちゃ良かったですね、ナートゥーのダンスね。やっぱりねちゃんとね声帯やっぱこういう感じですね。人に声帯してで長めにカットはあんま割らないでね、ダンスを見せるカット割りになってましたね。やっぱ急に雰囲気がね変わります。映画のPV になりますね。こっから完全にプロモーションミュージックビデオのねノリになりますね。ダンスがすごく良くて、なんでか分かんないけど泣いちゃいましたここで音楽と絵の融合なんですよね、ミュージックビデオっていうのは。それがねすごく詰まってて、ここにエンタメのね面白いというか僕が好きなところですね。ここはすごく詰まってたなと思いましたね。はい、でこのちょっと後にラーマがね、アクタルは自分が探してる人物だったと分かりますね。はい、そうかそうかと。ここラーマっていうのは葛藤、すごく葛藤するね、一番重要な、ね、キャラクターだったんだとここで分かるっていう感じですね。なんか敵だと思ってたんですけどね、最初の感じだとね。まあ、葛藤の描き方もですねかなりうまい、うまいというかまあ普通しっかりとね感情移入できるようになってましたね、ラーマに。で、1個目のクライマックスがきますはい、1個目です。まだ動物がねめっちゃ出てきますね、夜の大使館みたいなところに。ふわんつってシャーンってあとねみんな走り方が綺麗アクタルとラーマね、すごい綺麗に走ります。こう T2000 みたいに、ね、こうめちゃめちゃ綺麗に走りますね。はい、そこもちょっといいなというところで、2人のモチーフになってるね、火と水っていうところもちゃんとね出しながら、2人の特徴も出しながら、バトルしていくというところですね。でここでああ終わんのかなと思ったら全然終わんないもう3時間経ったと思ったら、いやそんなことなかったですね。実はこの後からねかなりねまたジャンルがふわっと変わるんですけど、ここからね戦争映画みたいになってきますね。まず階層が入ります。ラーマの階層が入りますね。村を出る前のねシーンになってきますけど、こっからまたね階層の階層になりますかなり力技、インセプションみたいなね、夢の中の夢みたいな、夢の階層みたいな、感じになってくるんですけど、普通だったらねかなり混乱するんですけど、全くそんなことない。すごく分かりやすいっていうね、もうかなり謎ですね。こんな結構複雑なことしてるのに全然混乱しないっていうね、これはねかなり難しいことを知ってるんですよね実は。混乱しないし面白いっていうところですね。はい、ここの村のさ、なんだろう、村の回想シーンとかはねかなりなんでしょうね、ベトナム戦争系のね映画にねかなり近いなという感じがありました。でインターバル入りますね。はい、こっからね完全にラーマの話になっていきますね。あれかな、ムチとか出てくるのかな、もうむちゃくちゃなムチね。はい釘バットみたいなムチ出てきますね。あれね、すごい。こんなえぐいことをやらすんだ。っていうか、イギリスの婦人ね、怖すぎますね。最初のイメージと全然違う。で、アクタルを解放して、ラーマが捕まりますね。はい。で、捕まったと思ったら、牢獄で鍛えてるっていうね。こうね、鍛えてますっていうね。見せ方もいちいちね気が利いてますよね本当に。ここはねもう会場でもちょっと笑い起きてましたね。すごいケレン味出しすぎではっていう、絵力に俺たちがついていけてないっていうね気がしますね。はい、絵力がありすぎるっていう、絵力で言ったらもう今今年一番ですよね多分ね。アクタルがね、いいなづけのシータに会って助けに行きますね。はい、でここで出ました、肩車。はい、出ました最高すぎるわあれ本当に。肩車アクションね超楽しい、あれやりたいもん。あれ小学生だったらやってますね完全にね。こうリロードもかっこいいしね、こうガチャンつってねめっちゃかっこいいねあれね、あれやりたいむちゃくちゃ楽しいですねアクション。すごくフレッシュですね。もう見たことないっていうか、どうやって思いついたっていうアクションばっかり、その筆頭が肩車の、アクションに、詰まってるなという感じですね。ラーマがアクタルを逃すのがクライマックス2ですね。で一番最後の森から、武器庫みたいなところに行くのがもう最後3つ目のクライマックス
みたいになってますね。で、3つ目のクライマックス、この森での戦いっていうのもね、これね、ここもね、いろいろ面白かったなと思うんですけど、手榴弾ね、弓矢にね、手榴弾くっつけてバーンバーンっていう、だから見たことないやつまた出てきたっていう感じで、すごく楽しいですね。はい、スコットだっけ、スコットね、あの人も、まあ最初からね、インド人の命の価値は一発の銃弾にも満たないみたいな、話がねずっと言ってましたけど、案の定っていう感じですけど、因果応報というかねっていう感じでね、ぶっ殺されますという感じなんですけど、ここもねやっぱね完全懲悪でね、すごく盛り上がります。フォーって感じ、最高、っていう感じでしたね。ラストも良かったですね。はい、エンドロールはもうまさに完全に今のもう、ミュージックビデオでしたね。すごく良かったですね。ダンス、やっぱダンスが本当にもうずっと見てられるダンスですね。はい、と思ったら監督出てきちゃうっていうね。そこマジ面白かったっすね。監督踊ってるじゃんっていうね。はい、と思ったら、もう僕初めて見ましたよ、映画館で。絵が透明で、エンドロールも途中で流れ切らないで、止まってる、透明で終わるっていう映画、初めて見ました。あれおもろすぎるなぁ。あれすごいわ。その発想はなかった。あ、だからもうこの映画その発想はなかったっていう連続。エンドロールまでフレッシュっていうね。いや、なかなかないですよ。これ本当に見た方がいいですよ。でもここまで聞いた人は多分見てると思うんですけど。3時間ね、1回も飽きさせない。こんな映画ありますかっていう話ですね。いやー、面白かったですね。はい、いやー、余韻がすごいですね。はい、まあそんな感じで終わろうかなと思います。良ければコメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまたお願いいたします。